こんにちは、キャンキャンスタイリストの丸林ひろなです。今日はグレーのアンゴラニットにガウチョを合わせた今っぽコーデを紹介します。プロポの服はシンプルなんだけど程よくトレンドと女の子らしさがミックスされていて、私もコーディネートを組む際によく使わせてもらっています。特に今シーズンはニットのバリエーションが豊富で可愛いものがいっぱい。その中でも一番のお気に入りをピックアップさせていただきました。グレー×ピンクの上品で女性らしい配色が大好きで、秋冬になると毎年着たくなります。ちょっぴりダスティーな色味でまとめれば落ち着いた印象に。ニット×ガウチョのシンプルな組み合わせこそアイテムの選び方が大切。今年のトレンドカラー淡いグレーのニットはふわふわした触り心地で暖かいのに、 V ネック&ゴブ袖で絶妙な抜け感もあり軽やかに着こなせます。コンパクトだからスカート見えするガウチョに合わせてもスッキリ。ピンクのガウチョって一見難しそうですが、こんなダスティーなピンクなら取り入れやすいんです。暗めの色が多くなりがちな秋冬だからこそ、こんな明るい色のボトムが重宝します。黒のライダースジャケットや黒パンプスを合わせて全体を引き締めるとシャープにまとまります。着るだけでトレンドのおしゃれが楽しめる組み合わせなので、ぜひ挑戦してみてくださいね。